さて皆様、こんにちは、タイタルでーす。おー、タクシーおじさんじゃん。久しぶり、元気？こんにちは。やっとタクシーが来た。都市の国まで行ってほしいっすな。あら、都市の国までお送りします。え、俺も乗せてってよ。わお。さあ、なんかこれってあれ、タクシー壊れた人だよね、昔。久しぶりやな。さあ、とりあえずちょっと今回もね、なんか服装買おうかなと思います。せっかくなので。はい。ね、毎回衣装変えたいなって勝手に思っててね。なので、今日も衣装変えていきましょう。さて、今日は何着る？ねー、これ違うよ。こっちちゃうやんけ。こっちローガルコインやんけ。何でしょうね。はい。こっちな。アメフト？クラシック？骨破り。悪いし、お猿さんになるわ、俺今日。金あるね。よしよし。お猿さん。マジか。DD コング、顔も DD コングになってほしいな。でも、ルイージの服で、顔がマリオのままだったからな。よし。さ、長い尻尾の人気の衣装だよね。ウッキッキーン。履いてなくね、これ。大問題ですよ、これ。ねえ、マリオさん。ねえ、安心してくださいって。いや、違う違う。はい、ということで、今日もね、ムーン集めていきましょうか。さて、今日はね、これやるか、まず、のこのこウォーク。ね、のこのこウォークって。ね。なんか、あれかな、綺麗に歩けみたいなのあったじゃん、氷の国で。雪の国か。あそこでさ、なんかなんか白いってたじゃん、ちょっと、三角形に歩けみたいなやつ。さあ、のこのこさん、こんにちは。うほ、ウキウキ？やあ、こんにちは。歩くことって面白いよね。歩ける？オッケー、やるわ。俺、歩きのプロ。歩きんだから、歩きん。ね、ブンブン。あ、ダメ。ということで、目印通り歩くだけだよ。はい、行っていきましょう。目印は途中で消える。じゃあ、こうやな。はい、神。はい、もう俺の指は完璧。このまま、行くだけで100点です。はーい。はい、ちょろいわ、これ。来たな。やばくね、天才かよ。あ、若干惜しいけど。結果は、93点だけ。美しい歩きだね。よーし。サクッと一発で。ユガタムーン、砂漠でウォーキング。はい、もうないの？ねえ。新しい商品あるの？あ、やるやるやる。新しいのがあるんだ。嬉しいな。え、また丸やん。90点以上で、90点以上？で、さっきも90点以上やったけど、俺。ちょ、これぐらい、ここ。美しい歩きというのをね、こうするんだっていうことを教えてやりましょう。あれちょっとずれちゃったよ。あれ、ちょっと待って。69点おかしいなぁ。マジむずくねえ、これ。はい。ということで、行きましょう。ちょこちょこ外にこうやってぶれていくといけると思う、これ。はい。行ったでしょ、これ、絶対。はい、勝った。セーフ、セーフ。よし！あれ？そんなバナナ？充電中です、コントローラー。美しい歩きだったね。よっしゃー。ありがとうよ。ヨガタムー。もっと砂漠でウォーキング。もうないな。もうないの。いや、いや、いいよ。ある時にやります。オッケー、じゃあちょっと、鳥さん、倒そう。鳥来た！結構待ったで。鳥さんなかなか来ないから、俺。鳥待ち。はい、鳥。完璧ちゃう、この角度。はい！はい！やった！仕留めてやったぜ。よーし。ユガタムーン、砂漠の渡り鳥、イエーイ！ライドーン！はい。さあね、ちょっとね、これ、痛い。上乗れるのこれ。ちょっと待って、これ大丈夫？これ乗ったら上行けたりしない？あ、行けた！やった！確かね、この辺りになんか石像があったんだよ。このライドンちゃんと。あ、ちょっと。多分これ、狛犬みたいな感じで向かい合えば出てくるんじゃないかなと思ってたよね、スターが。ムーンか。あ、なんかムービーみたいに始まったぞ。え？友よ。久しぶりじゃ。はるばるよく来てくれた。なんでこんな特別ムービーやねん。その心遣いに感謝する。またいつでも会いに来るのじゃ。やった！ユガタムーン、再会。ライドンバス。よし。ありがとうございます。じゃあな。
これって再会？なんか別にはあったんかな？わかんねえや。はい、ではではでは、今からね、この北の方、あ、ここの辺とか行ってみようか。ね。ムーンを取りたいと思います。この辺だよね。おお、ここここここ。この辺というか、この柱だ。なんだこれ。ちょ、登ってみましょうか、これ。ね。よし。ほーい。おっと、行った。よし。これか。壊せんのかな。え？壊れない。これ、キラーで壊すやつ？月の石？でもないもんね。キラーだよね、これ多分。だってこんなで、ドカーンって壊せないもん。キラー持ってこれんの？ここから。ちょっとキラーをね、うまく使って、やってみたいと思います。ほらほらほら。間に合うかな、これ。うわっ。頑張れ。あー、届かねえ。マジかよ。もう一回やってみよう。あ、待て！あ、待って。で、キラーを、ここから、よし。結構こっち側に近寄せた状態で、やれば、ワンチャンいけんじゃねえかなと思ったけど、もうちょっと足んねえやつ。よし。さて、キラーをここに誘導してから、やったらいいんじゃねえかな説ってどうですか？ちょっと待って、角度、カメラワークが悪い。でも、でも、頑張れ！よっしゃ！といった！どんなもんじゃ！夕方ムーン、東の石柱にて。これ、鳥型合ってたのかな？若干そこ不安あるよね。今のね、相当ゴリったからさ、鳥型。またお前はゴリゴリすんのかって怒られちゃう。な。まあね、鳥型はな、人それぞれだぞ、みんな。よし。じゃあ、ここちょっと入ろうか。多分、取ったことないとこ。何かな、ここは。はい、はい、はい、あい！久しぶりじゃん、お前、海の国ではお世話になったな。え、寒いの、ここ、もしかして。なんか、今、ダメ、氷の世界のダメージみたいな感じになってたよね。よし。え？毒の、あ、待って。あび！あぶね、あぶね、あぶね。寒い。よし。今の完璧ちゃうか？ね。魚を毒の沼で投げ捨てたっていう。なかなか鬼ってるけど。おにぎり好き。よし。ここいけんじゃね？よっしゃ。え？これ何ここ？あ！ちょっとそんなバナナ。さあこっち側ね。もう一回いくよ。お、ほい。ほい。ほい。あ、足りる。あっしゃ。これ多分隠しやな。夕方ムーン。凍える水路の隠し部屋。やっぱ隠し部屋でした。よし。これ帰るのが、また帰るまでが遠足で素敵な、あれやで、マジで。若干めんどくさいっていうか難しい。よっしゃ、帰ってきました。遠足終わり。よし。ふい。だいぶ慣れてきたね。よっしゃ。この、こういう俺動作好きだよ、かなり。なんかないの？なんもねえな。よし。ちょ、お兄さん邪魔やで。よっしゃ。こっち側はなんもなさそうだよね。ないよね、上。水なくな、足りねえかもしれない。これ大丈夫かな？ちょっと無駄遣いしちゃった。よし！よし！はい！はい！はい！おー！足りるかな？足りる！おっしゃー！夕方ムーン、凍える水路を抜けて！よし！バイバーイ。バイバーイ。ちょ、やべ！よし！行きましょう。砂漠で凍えるって何なんだよ。あ、でもここ、元は寒かったか、この砂漠って。サブサブ砂漠だったよね。サブサブ砂漠。名前違うけど。はい。というわけでゲットしました。なかなかしんどかったなこれ。さて、またピャーっと見渡して、そこ絵あるよね。絵。絵画。絵画は入っとこ、入っとこ。これどこだ、これ。あ！都市の国だ。八頭身さん。こんにちは。ねえ、ディディコングのアップみたい。ああ、お猿さん。ああディディコングマリオの下半身がとんでもねえな、これ。お、都市の国。離れたビル。オークション、You got a moon。ようこそ、ニュードンクシティ。この上ってなんかあんのかな？一回行ってみようか。いや、ちょっと待って。結構むずいぞ、これ。いや、三段ジャンプから、
なんかいろいろやんねよ。2の3の棒いて普通に行くか。ちょっと待ってな。簡単バージョン。ジャンプ、帽子ジャンプ、壁キックから登る。ねえ。あーね。隠しコインだけか。ねえ。さすがにこういうとこに置いとかねえよな。これ都市の国はどの辺なんやろ。あー、あそこがオデッセイ号のとこだね。なるほどね。来れないとこだ。よし。戻ろうか。さて、そういや、なんか羊集めてってクエストもあったよね、ここ。こんにちは。どうしたの？あら、逆さピラミッド、あっちで名物、すごいでし、すごいでし。ねえ、あれやばいよな。見渡す限り砂ばっかり、こんな国があったなんて。ね、砂ばっかの国って結構大変そうだよね、そういう意味じゃ。じゃ、ちょっとね、前、羊さん、俺、とんでもない、いじめちゃったんですけど、今日はね、ちゃんと、助けてあげましょう。羊。大事な秘密が3匹いなくなったんだ。さあ、あと2匹探してあげましょう。あそこの上に、ね、あるじゃん。うわ、取りづれえな、あれ。滑空とか使うしかねえかな。さあ、羊、いたいた。ここのね、ムーンは俺取ってたよね、昔。うん、取ってる。あい、羊。どこ行くんや、お前。お前が行くのはあっちだぜ。ほらサッカーしようぜ。お前ボールだー、よーし。ひどいことするね、皆さん。ね、羊ってどこだっけ、あと。なんかもっと、ね、右奥かな、多分。こっちだったっけ、なんか俺、間違って殺しちゃったんだよね、羊を。すまないってね。どこだったっけ、羊ちゃん。あ、いた。じゃ、こやつ入れてあげましょう。3匹集めるだけって、なんか、意外と優しいよね、このクエスト。ありがとうございます。おーっと、これ入らない。入る。自然イン。よーし。ご苦労。夕方、もう、砂丘で羊集め。ね。羊、今日はラム肉よ。羊のね、お肉ってね、ちょっと癖があって、美味しいですよ。癖あるけど美味しいですよ。さて、あれ待って、ここまだピーチ姫のポスター貼ってんじゃん。どうしたの？こんにちは。ポスター貼ったの誰だよ。あ、これ多分ね、全部剥がしてあげたら、ありがとうって言って、感謝状書いてくれるやつや。感謝状は書いてくれんやろうけど。まあ、でも、剥がしてあげたら喜んでくれるやろ。ね。よし。さあ、こうやって、しっかりと、剥がし、うえひー邪魔やな、これ。こうやって、オッケー外れた。まだある？こっち側のやつ？うわ、すげえ貼られてんやん。クッパさん。これ何このサボテンもどき。よし。オッケー。さあ、あとは、上だけ。よし。ほい。おう。オッケー。どう？やったぜ。いいことすると気持ちいいね。綺麗にしてくれてありがとうすな。よし。夕方ムーン。剥がして、いたずらポスター。いたずら扱いなんだね、クッパのやつって。あ！ローカルコイン。嬉しいね、ローカルコイン。でもまだまだ足りないんだよね、ローカル。恐ろしいぐらい足んねえな、これ。休憩中でーす。あ！出たノコノコレースしようぜ。僕たちはかけっこだんさ。よう。多分かけっこまたこれで2個ゲットできるよね。よしよしよし。今回ね、コイン1000枚買ってねえから、俺ノルマ達成できてないよ、今日の。さあ、ノコノコカップ夜になっちゃったよ、これ。寒い。町まで行け。結構遠くね。あ、ライドンおる。あれ乗ったもん勝ちやぞ。さあ、よし。俺にくれ。よっしゃ、乗るぞ。待って、危ねえ。あ、みんな乗ってんだ、これ。誰でもいいんだ、乗れんのは。あ、そこ橋ないじゃん。待って、これどうやって行くんだ？待って。みんな早い。なんでスフィンクそこのそこに。あ、応援してくれてるありがとうございます。は、そうやって行くルートもあるの？内側から。ライド乗った方が早くない？そんなことないのかな？これ追いつけないって、ライド乗っちゃったら。え、ちょっと待って。やばい。今2位か、俺。え、あれ屋上？これ。違うよね。さあ、1位になった。頼む！危ね
フィニッシュ。あ、ギリギリだった。これ下手したら負けてたぞ。ベストタイム。いや、ルートがわかんねえってこんな恐ろしいんだ。やっぱすごく早かったね。ありがとうございます。浴衣ブーン、スランド君のレギュラーカップ。ショートカット試してみたいな。なんかあの橋のさ、渡るとこ橋渡なかったけど、じゃあもう一回いきます。走るよりも絶対ライドの方が早いんだよな。そう、あそこの右のルートをね、その遺跡越えないで行くっていうルートで行ってみようかなと思います。ライドいないから遅かったらね、最悪なんだけど。これ、うい、あ、金ピカ丸ね。そう、こいつやべえって顔。うい、で俺が行きたいルートはこっち。まさかのね。あ、やっぱいけんじゃねえこれ。ねえ、オッケー。さあ、今度こそやってみましょう。おう。ヘイ。さあ、ここで。おっと、危ねえ。うさぶ。よいしょ。うわ。さあ、転がっていこう。ここに、あ、え、なんであいつ前にいるの俺より。おかしない？なんか使ったやろ、お前。うわ、こっち、遅くねえ、こっちのルート。待て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 。待て待て。やべ、クソ遅え。いや、ビリじゃねえか。あ、いや、あ、追いつけ、攻めて3位。あー、4位やった。クソビリやないか。よし、あ、電線があるんだ、あそこ。電線使っていった方が早いんじゃねえかな、説あるよね。電線、ほらほら、電線使ってる、あいつ。それずるくね？電線あるの。ライドより早いんじゃねえの、電線の方が。ねえ。まあ、でも今、なんだかんだ2位だし、このまま行きましょう。よし。で、インコース攻めてたら勝てるでしょ？ 1 位。普通にやってるだけで勝てんだ、これ。ほんと。多分ね、正面から行った方が早いっしょ。裏回っていくより。よし。さっきよりも全然圧倒的な速度でフィニッシュ。34秒です。金ピカだ。遅いな。金ピカもライドだったよね。ああね。電線コースか、歩いていくか、みたいな。ね、俺、通ったルートがクソ遅かったわけやな。よし。夕方ブーン。スナノクにマスターカップ。オッケー !40 個溜まった。結構集まってきたね。ちょっと上行くか、ここ。ボーン。これ届かないな。オッケー来たよ。カカシおるやん、カカシ。前おらんかったよな。へい、カカシくん。うわっ！何このアスレチック。え？おぉ、転がって。あ、時間ない、時間ない、時間ない。オッケー間に合った。ユガタムーン。砂の国でチクチクアスレチック。はい。まあ、簡単だな。さあ、ここ行こうか。電気ビリビリゾーン。これ前なかったもんね、電気ビリビリ。おー、おいしい。はい、次どっち行くってやつ。あっち行くか、こっち行くか、そっち行くか、上行くか。上行ってみようぜ。さあ、バリバリ来た、俺たち、わお。うわー。ここってなんかボス戦ったとこやったっけ。あんま覚えてない。なんか光ってる、そこ。なに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 、なにこれ。ほら。お前誰やねん。あ、え、このムーン生きてる、もしかして。夕方ムーン。石畳をうごめくもの。なんか敵が入ってたんだろうね、多分。ね。怖っ。あれ何？え、ピーチ姫ちゃんあれって。うおーっす。何してんの、ピーチ。あれめっちゃ可愛いやん、ピーチ姫今日の。こんな大きな遺跡が浮かぶなんてすごいね。あ、砂の中でパワームーン見つけたのよ。ありがとう、ピーチ姫。ねえ、ピーチ姫のこの格好とすげえ好き。で、お嬢様感ある。お姫様だけど。見渡す限りお花畑の国があったわね。わあ、森の国行くのかな、次。で、ああ、こっからそこに繋がってたり、なんかいろいろ繋がってんだね、ここって。はい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 。さあ、とりあえず俺が撮りたいのはね、あそこのムーンなんだけど。途中で降りらんないんだよな、これ。ほら、こう蓋取れないかな、ムーン。ダメだなぁ。これワンチャンたどり着けるか、こっから。いや、無理だな、これ、幅飛び P
ぴょんジャンプぴょんでも絶対無理だ、届かねえわ。上の滑空くんでいけるかな、ギリギリ。こんなとこだよね。とりあえず奥行っちゃいましょう。あとで滑空しに行こう、あそこは。ね。おー、これ普通取っときゃよかった。よし。でもここ来てもね、あんまねえよね。にゃんもってね。あ、そうや、なんかあそこ、くぼんでるよね。あそこ行くか、あそこと。よし。で、ちょっと取りに行きましょうか。あのくぼみのところ。なんかあそこドアあったんだっけ？なんかだいぶ前に、ね、お、なんかあるじゃんみたいな感じで、砂の国編の時やってた気がする。パート、砂の国ってパートいくつだろう？だいぶ最初だよ。ここ。あった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 。入ってみましょう。うわっ、毒毒ってる。おーっす、お前の目を見せてくれよ。よし。あれ、何してんの俺。待って、これ、あ、そういうやつか。歩けないんだ、ここ。はい、行きまーす。なるほどね。ジャンプできない仕様なんだね、君。あ、ちょっと待って、危ない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 。よし。で、そこと、あそこね。オッケーオッケー。もう分かった。あ。よいしょ。はい。こいつやっつけらんないの？あ、こいつ悪いやつじゃねえから、多分やっつけらんないってやつなのね。うん、いいやつか、いいやつオーラ出てる。うっしゃ。さあ、来た、来た、来た。おう。あのムーンどうやって飛んだ？よう。お前は誰だ？こんなもんで、オッケーオッケー。え、これ待って、俺よく見なくてもさ、これ、みんな分かった？どこにあるか隠し。俺は分かったよ。で、教えてあげようか、みんな。これ、なかなかひどいなぁ、これ。あー、よいしょ。はい。あ！生きてた、よかった。この上、要は。あ、入っちゃったよ！上行けるなっていうのを。ここ行けると思うんだよね。行けないのか、上。マジで？あ、これは？あ、そんなとこにあったの？もう。10分ぐらい探してたんだけど、今俺。マジで言ってんのか、お前上登れんじゃねえかってずっと探してたよ。おかしいなと思ったよ。はい。じゃあ、次なんかね、さっき電線の周りにあった、あそこを取りに行こうか、あれね。見えてるやつ。これ届かんやろ、滑空でも。あそこあるな、ムーン。ね。おー、待って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 、あー、やっちゃったー。ね、あれね、取れない。どうしよう。困ったなー。ちょっと取り方今わかんないから、後回し。残念でした。ね。ちょっとあいつ取りましょう、次は。あそこあそこ。まだ取れるムーンはいっぱいあるからね。ほんと。いいね、ここ。こういうとこ。お、帰ってこい、帽子。うん、あー、届かんかった。さあ、変なとこにムーンあるよね、あそこ。ほら。壊せ、壊せ、壊せ、壊せ。全部ぶっ壊せ。いいっす。で、ムーンはあそこ。え、あれ取れんの？取った瞬間俺死なない？大丈夫かな？ほい。オッケー。下った。峡谷の上空に。よっしゃ。さあ、見事ゲットできたね。よかった、よかった。さあ、あともう、なんもないよね、先。一応、奥まで行ってみようか。コイン、美味しいし、これ。ね。うまコイン。うまっこ、うまっこ。うまっこ、うまっこー。よし。あと、下降りるだけか、これは。まあ、ぼちぼち稼げたんちゃう、コインも。ほい。はい。ゲッツー。まあ、これ取ったことあるやつだな。オッケー。あ、待て待て待て、みんな。俺はすべて疑うの。ここの看板また、実は、なんもない。たまにあったりするよね、そういうのって。あそこは多分海岸の国かな。だいぶ分かってきたね、どこに何があるかっていうの。あ、ここ隠しなんで、これ取っちゃおうぜ。そこの上かな。よし、久しぶりやね、ここ登るのも。透明の、あれだよね、確かここは。
乗っけてください。すっげーゴリ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 ってね、重厚感ある音が。で、マップ的には一個横のところ、うん、ここやけど、ここ、はい。うわー、全くわからんで、そんな夕方ムーン、目には見えない輝きもうこれマップ見ないと分からへんようになっとるやんけ。なかなか鬼畜やなこれ。え、Pスイッチあんだけど、前もあったっけ、あそこ。ピッ、あ、鍵がある、おお。ピッポッパッポッ、開いたーい。ほいほいほい、オッケー、ゲット。夕方ムーン、チクタクアスレチック2。よし、さあ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 、皆様、じゃあ今回はね、この辺で終わりにしましょうか。砂の国、ね、思ったより集めれんかったかなっていうのが俺の中の気持ち。ね。多すぎるね。この街マジで。ね。ちょっと一応マップ、リスト見とくか。あ、でも、割と集まってんな。あと29個か。うん。そこそこ集まったかなって感じだね。で、わからんところ、あ、これ取れるな。あ、これ取ってくるわ、先。ね、これ取って終わろう、今日は。あ、お前か。クリボー連れてこいってやつか。え、クリボーっていたっけ、ここの世界。わかんねえ。これ未来のダイダラ君、頑張ってもらおう。あ、頑張れよ、明日の俺。あ、違う。これだ。これ、ライドンじゃないとダメなんですよ、これ。ちょっと待ってよ、お前ふざけんなよ、ちょっと。ぶっ通そう、これ。へっ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 へい。あ、出てきた、うめえ。これ、もし崖の中に落としてたらどうなってたんだろう。ね、考えたくないね。夕方ムーン。サボテン5本の真ん中に。オッケー。ではではでは、皆様。今日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。お疲れでーす。さて、と落ちるんだっけ。一瞬登ってくれるかと思ったけど、ダメでしたね。よいしょ。さあ、またね、このゲーム、遊んでいきたいと思いますので、次回はちょっと気分転換でまた違う国行きましょう。次は、何の国だっけ？わかんない。またね、ぜひとも見ていただければと思います。おつぽよ、じゃあの。